言ったら真っ先にここが思いついたよ。あの時は星晶観測をしにここへ来たの。でも報道団は人数が多く、なんともいい神の目を持って、もあの時は、それから最終的、でもすごく金品だけをスメールし手を出せばよかったって、慰めてくれてありがとう。でもどうしてもそう考えずにはいられないの。洗礼が言ってたよね、後戻りは選択肢になってはならない。でもいざ難題に直面するといつも逃げ出したいって思っちゃうの。そうだね、ますます引き下がるわけにはいかない。私は落ち着いてきたから、近くの手がかりを探してみましょう。多分この辺りだよ、近くを探してみましょう。ここだった。特に用意されてる。今度は何だろう。どんなことだったとしても、覚悟はできてる。え？これは、写真？うん。この家は、リマラ村かな。ここに行け、ということなの？私が経験したこととこの場所の関係性がわからないよ。リマラ村には一回しか行ったことないし、特別なこともなかった。でも、とにかく行かないと、答えはわからないよね。ありがとう。大丈夫だよ。無理することについては経験豊富なの。度が過ぎないように注意するね。間違いないみたい。周りは異常なし。出迎えとかがあるわけじゃないの？それとも戸を叩いてほしいのかな？もし勘違いだったらまずいよね。ありがとう。こんなんじゃダメだよね。立ち止まって考えるより時には前へ進まないと。こんにちは、いませんか？はいはい、ただいま。おや、これはこれは、レイヤーじゃないか。今日は暇があって来てくれたのか？私のことを知ってるの？何かの冗談か？知らないわけがないだろう。
こっちは友達か、それとも同級生？友達なの。私たちは、論文のことで悩んでて、ちょうどここを通りかかって。私だってわからないよ。唐突すぎて、どこから話せばいいのか。この人は、あの時、砲塔団に襲われていた人なの。一目でわかったよ。でも、私がしたことを彼は知らないはずだもの。私のことすら知らないかもしれない。あれは強盗事件より前のことだったし、あの時はただ通りかかっただけだよ。会ったことがあるとしても、強盗事件が起きた時は私に気づいてなかったはずだけど。どうしたんだ？ごめんなさい。せっかく歓迎してくれてるけど、私、どうやってあなたと知り合ったか覚えていないの。なんだ、さっきのは冗談じゃなかったんだな。じゃあ以前、野外で俺たち一家が砲塔団の強盗に遭ったことは、覚えてるか？うん。でもあの時は、助けてあげられなかったはずじゃ。まさか、前に会った時に、自分で教えてくれたんじゃないか。あの時は砲塔団に囲まれて、どうしたらいいかわからなかった。そんな時、遠くから騒がしい声が聞こえてきたんだ。砲塔団の連中は耳ざといからな。不利な状況と見たのか、すぐに逃げたんだよ。荷物も持って行かずにな。どういうことかわからなかったが、砲塔団が逃げたのは幸いだった。俺もすぐに嫁さんと子供を連れてあそこを離れたよ。なるほど。無事だったんだね。よかった。最初は冒険者たちが通りかかっただけかと思ってたが、その後、お前がことの経緯を教えてくれたろ。お前が俺たちを見つけて、助けを呼んでくれたと。本当に大したもんだ。冷静に考えて、危ない状況でも取り乱したりしなかったんだからな。神の目を持っているお前相手なら、砲塔団の連中もかなわなかったかもしれない。だがあんまり追い込んだら、俺と家族に矛先が向くってこともわかっていた。そんな、とんでもない。もっと早く手を出せばよかったって後悔してたの。ちなみに、前に私が来たというのはいつ？あんまり記憶がなくて。ちょっと前だったかな。そんなに経ってないと思うが、詳しくは覚えてない。どうした？まだ思い出せないのか？ごめんなさい。こんなに教えてもらったけど、まだ思い出せないの。多分、精神的なストレスが大きすぎるせいかな。あの時は俺ん家で飯を食って、子供とも遊んでたぜ。写真でも撮ってればよかったんだが。おっと、そうだ。あの時うちにカバンを忘れてったじゃないか。あれを見れば思い出すはずだ。ちょっと待っててくれ。持ってくるから。カバン？私、そんなものを？これって。私がなくした、お母さんからもらったお守り。間違いない。お母さんの手作りだから、この世にたった一つしかないの。それに、手紙も。これ、私が出そうとしてたのかな。宛先は、レイラ？いやいや、誓ってそんな習慣はないよ。ただ、わけがわからないけど、とりあえず読んでみましょう。こんにちは、レイラ。洗礼が残したヒントを頼りにここまで追ってくるなんて、お疲れ様。自制するのもいいけど、厳しくしすぎるのは、かえって自分を傷つけるだけだよ。人は皆失敗を経験する。自制は失敗の苦しみを噛み締めるためじゃなくて、次の成功のためにあるんだよ。
この手紙を読んでるってことは、第一歩を踏み出したってこと。手紙の裏に、今回の論文の核心となる内容を書いといた。実は君がもう完成させてたんだけど、洗練されたまとめがないから、説得力がないように見えただけ。今回の旅が、君の人生に啓発をもたらさんことを、勇敢に前へ進み、期待に応えられるよう祈っている。君を見守っている。知恵の洗礼より、失敗しちゃったのかと思った。頑張ったことが無意味だったと思って思っちゃった。ひたすらじゃなかったんだね。わからない。多分意識を失ってる間に無誘状態でここに来たのかも。私が無誘してる時の噂を聞いたことがあるから、そう推測しただけだけど、果たして私が知恵の洗礼なのか、それとも無誘状態の私が洗礼に導かれたのか、それはわからないけど、会いたいって返信してみる。それで反応を見てみるよ。今回は、すべてが分かったわけじゃないけど、もう十分だよ。あなたが励ましてくれなかったら、私一人だったら、途中で教練員に逃げ帰っちゃって、ここまで来れなかったかも。諦めなければ、必ず収穫はあるね。何があったのか知らないが、いいことだったんだよな。うん。とてもいいことだったし、すごく勉強になった。そんじゃせっかくだし、一緒に飯でもどうだ。もう用意はできてるぜ。え？それは。大丈夫だ、遠慮するなって。友達も一緒にな。悩み事があるなら飯の後にしとけ。リラックスして英気を養わないと次の挑戦には立ち向かえないぞ。そうだな。ありがとう。私、元気を出すよ。